はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている方もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、国際協力の中でも医療のところで活躍されている岡沢さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、はじめまして、岡沢彩子と申します。私は日本で助産師をしている傍ら、途上国と言われる国の出産の合併症産科フィッシュラに関心がありまして、その研究と啓発をする任意団体ララースを立ち上げて活動しています。はい、よろしくお願いします。お願いします。僕もう全然医療のこと分かんないんで、はい、ちょっと後ほど詳しくお聞きしたいなと思ってます。今何されてるかっていうところのお話をお伺いする前に、はいはい、そもそもなんで助産師になろうと思ったんですか。高校卒業するときに特にこれという進みたい方向性がはっきりなくって、うん、全然看護とは違う学校に進学して、はい、在学中に医療事務のアルバイトをしたんですね。それが産婦人科のクリニックだったんですね、はい、それまで身内に医療関係者もいないですし、はい、知人にもいなかったんですけど、そこで初めて医療にちょっと世界を覗いてみて、看護師とか助産師っていう道もあるんだなって思った時に、はい、ちょうど二十歳ぐらいの時に姪っ子が生まれたんですよね、はい、まあ、それはそれは可愛くってですね、こんな可愛い赤ちゃんに接するような仕事ができたらいいなっていうような思いで方向転換したという流れです。なるほど、はい、じゃあ最初は全然看護とは関係ないところで専門学校を通われたって感じなんですか、はい、当時でいう短期大学っていうやつですかね。そうなんですね、まあ、何も資格は取れないです、はいはいはい、今思うと後々話すんですけど、そのフィッシュラーであるとか、うん、女性の人権とか、うん、女性学とか、うん、女性の健康とかそういう科目が結構多くて、そうなんですね、まあ、今思えば無駄ではなかったかなという気はしています。なるほど、その時の短期大学って、はい、学部でいうとどういう学部に当たったんですか。生活科学科食健康コースってやつで、はい、なんでまあ女性の健康、女性だけじゃないんですけど、はい、ただ特別資格が取れるとかそういう学科ではなかったです。なるほど、はい、じゃあ最初はそっちに進んで卒業して看護学科みたいな、はい、そうですね、はい、そのアルバイトをしてたクリニックの院長が、うんうん、卒業して特にやりたいこととかがはっきりなかったらうちで働いたらみたいな感じでお声をかけていただいて、はい、卒業と同時にクリニックで医療事務員として常勤で働き始めたんですけど、うんうん、はい、看護助産の道もいいなっていう思いが湧いてきたので、うんうん、1年働いて、うん、翌年看護学校に入ったという感じです。なるほど、あ、そうなんですね、はい、その後就職はそのまま助産師として働きに行った、はい、そうです。なるほど、はい、じゃちょっと質問を変えたいなと思ってるんですけど、はい、海外って、はい、まあ、今ララアースとかでも海外とつながってる部分あると思ってるんですけど、はい、小笠原さんが海外に関わる機会ってどっかあったんですか、はいはい、家族旅行とか、うんうんうん、友達と卒業旅行ですとか、はい、まあ、そんな程度で旅行の範疇のみで留学とか長期滞在とか、うん、そういったことは一切経験がないです。なるほど、はい、ちなみになんですけど、はい、今まで行った外国の中で一番印象的な海外ってあります、はい、エチオピアって行ったんですね。あ、行ったんですよ。エチオピア何しに行かれたの。あ、そのフィッシュラ病院の見学に。あ、そうなんですね、はい、エチオピアの前年がタンザニア。でもその間は子育てとかもあったんで、うんうんうん、10年ぐらいどこも行ってなくて、はい、その前はそこそこいろんな国に行きましたね、うんうんうん、印象深いのは二十歳の時に行ったラスベガスとかで二十歳の時に行ったラスベガスはどうでした。二十歳なんで向こうだとまだお酒も飲めないし、はい、カジノもできないし、はいはいはい、それ後から知るんですけど、はいはい、キラキラしたとこに来たなぐらいな感じですでも憧れもありますよね。そうですね、ロスからそんなに大きくない飛行機に乗って、はい、たまたまちょっと友達と座席が離れて隣におそらくアメリカ人の方、うんうん、中年ぐらいの方がいらっしゃって、うんうんうん、ぼーっと座ってたら肩を叩いて、はいはい、あれがラスベガスよって教えてくれて、はい、どんどん近づくにつれて、はい、キラキラした感じになって、うんうん、当時の二十歳の自分には刺激でしたね、うんうん、いやですよね、はい、カジノもできないじゃないですか。できないですよお酒も飲めないじゃないですか、はい、それどうしたんですか、部屋でトランプ時差ボケが治らず結構早めに就寝したりして。あ、そうなんですね、なんか修学旅行の延長みたいな感じでしたねえ、何日間行かれてたんですか。それはロスも合わせて8泊
泊ぐらいしたんですか。うん、あ、そっか、はい、なるほど。じゃあロサンゼルスにもいて、はい、そっからラスベガスにいたってことなんですね、はいはい、ロサンゼルスどこ行かれたんですか。ディズニーランド行きました。あ、そういうことですね、はい、ちょうど園から出るときに花火が打ち上げられてたのはすごい記憶です。はい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 、はい、ありがとうございます。ちょっと余談になっちゃったんですけど、はい、でその後タンザニアとかエチオピアとかに行かれたって話してたじゃないですか、はいはい、それは何がきっかけで行かれたんですか。そうですね、タンザニアは2017年の夏に当時知人がタンザニアの母子保健の研究をされていて、それのご縁で一緒に同行させていただいたっていうのが2017年 で、はい、で翌年2018年はもうララースの活動を始めていたので、うん、一度現地の病院を見に行きたいという思いで、うん、アディスアベバのフィッシュラーホスピタルに行きました、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、ちなみにちょっとタンザニアの部分聞いてみたいんですけど、はい、タンザニアの時はまだ小笠原さんは日本の助産師として働いていた、はい、あ、そうですそうです、はい、大学院とかは行ってないんですか。大学院は修士は2015から確か17年に行ってるので、はい、修士を修了した年にタンザニアに行ってるはずです。あ、そうなんですね、はい、ちなみに看護学校を出て助産師になりました、はいはい、助産師になってから修士取られたってことですか。そうですね、修士はどういうものを取られたんですか。修士は助産学分野 で、ね、助産師のスキルアップコースみたいなのがあってがっつり研究だけをやるとかではなくて実習とかも行きながらスキルアップをしながら課題研究みたいな形でフィッシュラについて研究したっていう感じです。あ、そうなんですね、はい、ちょっと深掘りしてみたいなと思ってるところがあるのが、はいはい、フィッシュラってそもそもなんですかねそもそもですね出産の合併症なんですけども本来であれば陣痛が来て、はい、初めての出産だと14時間とかぐらいが平均所要時間で出産に至るっていうふうに言われてるんですけど、はい、スムーズに行くお産ばかりではないので難産になった時に日本であれば帝王切開ですとか、うんうん、吸引分娩とか、うんうん、そういったことで手立てを打つことができるんですけど、なかなか医療へのアクセスが難しい地域ですとすぐに帝王切開するとか医療介入ができるってわけではないので、うん、難産のまま放置されて、はい、それが数日から場合によっては1週間単位で放置されてしまうと赤ちゃんにもすごくストレスがかかって赤ちゃんがお腹の中で亡くなってしまって亡くなった赤ちゃんはそのままお母さんの体が出てくるわけじゃないのでずっととどまった状態になりますので、うん、赤ちゃんの頭がずっとお母さんの産道を圧迫し続けることによって産道に穴が開いてしまって、うんうん、産道っていうのは主に膣縁院なんですけど、はい、膣に穴が開くと膀胱とか直腸っていうのは距離が近いので膣から尿とか便が垂れ流しになってしまうのがフィッシュラーです。なるほど。ちなみにそのフィッシュラって知ったきっかけっていうところを聞いてみたいんですけど、はいはいはい、これはですね日本の助産師教育の中にはおそらく私が知る限りでは産科フィッシュラっていう言葉は習うことがなくって、私も知ったのは本当に助産師になってさらに子供も産んだ後で、うん、ある日本当にたまたまインターネットで何かを検索していた時に、はいはい、たまたま産科フィッシュラってワードが出てきて、はい、これなんだろうってクリックしたところが最初のきっかけで、なるほど、それを見た時にこんな衝撃のことがあるんだと思って、はい、で今までノーノーと日本で助産師として働いてた自分もこんなことも知らなかったんだっていうような思いから、うんうん、もっと詳しく知ってみたいなと思っていろんな文献を検索したりですとか、うん、記事を読んだりしてどんどん興味関心が深まっていたっていう感じですかね。あ、そうなんですね、はい、そういうのがアフリカで現状があるっていうのは、はい、助産師が少ないっていうことが原因なんですか。いろんな発生要因は考えられるんですけど、うん、一番は貧困層で妊娠とか出産関わらず医療へのアクセスが日常ではない方々なので、都市部よりは農村地域の方でさらに教育レベルもなかなか浸透していない地域の方々に多く発生しているとは聞いています。なるほど、ありがとうございます、はい、もう一個ちょっと聞いてみたいんですけど、はい、その症状が起きてしまうのって、はい、女性の年齢でいうとどれぐらいが一番ピークなんですか。ね、若年に多いと思いきや、はい、意外と20代30代の方でもフィッシュラー発症してるっていう風にデータがあって、ただやっぱり目立つのは若年でまだまだ未発達な体で妊娠出産を経験することによって身長が低かったり骨盤が狭かったりで赤ちゃんの頭の大きさとお母さんの骨盤の大きさに不均衡が生じて、まあ、それが原因で難産になってっていうのが多いみたいなんですよね。なのでやっぱり10代半ば、場合によっては10代前半
の妊娠のケースもあるっていうふうに言われています。だからといって20代30代が全然ないわけではなくって、ある程度成熟した体でも難産の原因っていろいろあるので、例えば赤ちゃんが生まれる時に回線って言って回りながら生まれてくるんですけど、はい、その回線の向きを間違ってしまったりとかすると、はい、それだけで安産からはかけ離れていってしまったりするので、一概に年齢だけで多い少ないはないみたいです。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっとここまでは、はい、小笠原さんがなんで助産師になったのかっていうところから、はい、海外で何してたのかっていうところも含めてお聞きしたんですけど、はい、次の動画では大学院、多分フィッシュラのことを研究されると思うんですけど、はいはい、どういう研究されてたのかっていう部分から、今なんでその団体を立ち上げたのかっていう部分もお聞きしていきたいなと思います。はい、はいはい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。